ドリアン・スケ川は、日本の作家、詩人、歌手、明治学院大学国際学部教授、日本ペンクラブ上無理事、日本ペンクラブ、子供の本委員長、日本文芸家協会会員、東京都生まれ、中学卒業まで神戸市で育ち、アメリカンフットボールができる進学校に憧れ、名古屋市へ単身引っ越し東海高等学校に進学、同校卒業後、 一浪して、早稲田大学第一文学部東洋哲学科に、進学し、同大学を卒業。日本菓子専門学校通信課程卒業。早稲田大学時代には劇団を主催し、卒業後は、雑誌ライター、放送作家などを経て、1990年、東欧革命取材をきっかけに、叫ぶ詩人の会を結成し、同会長となる。芸名である。 ドリアン・スケカワで言葉の復権をテーマに世の中の新羅万象を激しいロックに乗せて独自のスタイルで叫ぶそのパフォーマンスで話題になる。1995年10月、現役高校教諭の後藤マグロロウが出演していたラジオ番組の後を受け相談番組ドリアン・スケカワの正義のラジオジャンベルジャンのパーソナリティを担当。また、並行して若者の人気を集め、 海外のアーティストを紹介する金髪先生などに出演するようになる。しかし、1997年11月にバンドメンバーが薬物所持で逮捕されたことで所属レコード会社との契約も打ち切られ、1999年に叫ぶ詩人の会を解散。2000年3月、語学留学を名目に前述のラジオ番組を交番し、単身ニューヨークに渡へ 9.11発生で、ニューヨーク滞在中も番組に出演し、2002年9月末までに滞在。日米混成バンドサンスイッチへを結成し、ライブハウスで歌う。帰国後は芸名を変更し、小説の執筆とライブ活動を主な制御とする。2007年4月より2008年3月まで、NHK 総合テレビ、未来観測つながるテレビヒューマンにおいて、 全国の頑張っている人に会いに行き、歌を届けるコーナー、哲也の日はまた登るを担当。ギタリストの密と共に、年間48曲をオンエア。これを機に、密と共に、アルルカン洋菓子店のユニットを結成し、歌うアルルカンとして、朗読と歌をミクスチャーしたステージを2011年12月まで展開。2013年より、新たに、ギタリストとして、ピクルス・田村を迎え、 アルルカンボイスシアターのユニット名で活動を再開。2019年よりシンガーとして三崎淳子を迎えツインボーカルにトリオ名をレモンチェンロと改めた。2015年4月からは15年ぶりに相談番組であるテレフォン人生相談にてパーソナリティを2020年3月まで務めていた。著書も多数ある。小説、アンがフランス、ドイツ、 イタリア、英国など世界12カ国で、ピンザの島が、フランス、ドイツ、台湾などで、翻訳刊行されている。2017年、フランスの2つの文学賞、ドミティーズ文学賞と、レプリーデレクトルジュリブレジュポッシュを得る。また、占領系遠くの細道が、2019年の日本、エッセイストクラブ賞に輝いた。2019年9月18日付にて、 明治学院大学国際学部教授に就任した。放送作家時代は、本名のスケカワ・テツヤ、この名での著作もある。叫ぶ詩人の会結成後に威圧感を与えがちな、自らの風貌を自虐的に捉え、ドリアン、スケカワの名を使うようになる。活動の拠点をニューヨークに移したことを機に、芸名を、テツヤに改名した。改名の理由は、 前述のラジオ番組に出演以降、スケカワが街を歩いていると、番組を聞いていたリスナーから声をかけられ、悩み相談を希望され、嫌気がさしたことで、番組交番を希望していた。しかし、徒米後も舞い込んでくる仕事は、人生相談の仕事しか来なくなり、ドリアンスケカワという芸名を捨て、秋川哲也を使っていた。しかし、結局はイメージを変えることができず、結果、 2011年11月に、元来からの芸名である、ドリアンスケカワに戻した。アルルカンボイスシアターアルルカン洋菓子店、アンドさん、スイッチへ叫ぶ詩人の会短著連載。ありがとうございます。